片付かない片付かない。夏の冒険でいろいろと持ち帰ったりしたまま放置してたからな。おや、マスターちゃん。そうだね、手伝ってくれると嬉しいな。それは海底探索で使った空気ボンベだね。一応取っておこうかな。その端に寄せておいて。そっちはハンググライダーの試作品だ。端に寄せておいて。おや、これはかのオーニソプターの予備部品じゃないか。これも端に。いやあ、ごめんごめん。どれも貴重だし、思い出も詰まっているものだから、ついつい取っておくのが癖になっちゃった。さすがにこれは不要かな。うん、不要品としてシオンに渡しておいて。彼女なら適当に処理してくれるだろう。やれやれ、ようやく落ち着いた。あ、それはふふ、ちょっと私を見ていてくれないかな。よし、変身！カリブ海で大活躍するはずだった。ダヴィンチちゃん特製水着冷気変換装置なのでした。もともとは早着替えのために発明したんだけど、向こうだとずっと水着だったからあまり役立たなかったね。さて、水着になったのも夏以来だし、調整がてら戦闘シミュレーターでも行ってみようか。シュート！うん、銃のコンディションも問題なしっと。ありがとうマスターちゃん。さて、ではお礼をしないとね。そうだよ、忘れていると思ったかい。大事なイベントなんだ、見逃すなんてもったいないでしょ。こうしていると夏を思い出すね。海も空も大地も全てがキラキラ輝いていた。そうだね。あ、でもマシュと二人で旅行も良くないかい。その場合はハッピーバレンタインならぬハッピーハネムーンになっちゃうけど。冗談冗談。さあ、せっかく作ったんだ。マシュやゴルドルフ君と一緒に夏の思い出を語りながら食べようじゃないか。うん。輝かしい思い出があると、それがきっかけになって新しい思い出が生まれていく。本当に世界はうまい具合にできているものだね、マスターちゃん。